皆さんこんにちは、ガーデコジャパンの富永です。今回は、害虫対策に効果的な資材を確かめる実験動画の4回目をお届けします。前回の動画から約1週間、実験スタートからは約3週間が経過しました。木作液、ニームオイル、酢酸カルシウム溶液を週に一度散布しているので、今まで3回散布したことになります。スタート段階でのバジルの生育にばらつきがあったので、現段階でも差が出ていますが、どの株もこの1週間でぐっと成長しました。 まずはそれぞれの株の状態をご覧いただいてその後1回目の収穫をしますそして実際に食べてみた印象をお話しします園芸やガーデニング家庭菜園に興味のある方や低農薬無農薬栽培に興味のある方はぜひ最後まで動画をご覧ください まずは害虫対策を全くしないで育てているバジルの様子をご覧いただきますどうやら軽い水切れを起こしているようですバジルはかなり水を欲しがるようで午前中の早い時間帯に水やりをしただけだと夕方にはこんな感じで葉っぱが下を向いてしまいますさて肝心の害虫被害ですが意外なほど被害は拡大していません前回の動画の際にちらほらと食害された葉をご覧いただきましたがその時とほとんど変わらない状態です 下手をするとボロボロの状態になるのではと心配していましたが、そこまでひどくはないですね。害虫被害よりも水切れの方が心配なので、この後、たっぷりと水を与えます。続いてご覧いただくのは、木作液を水で500倍に薄めて週1回散布しているバジルの様子です。結構意外なのですが、対策なしのバジルよりも被害が出始めました。 特に若い葉っぱに害虫による食害の跡が見られます。それ以外はちらほらと食害されている程度なので、全体としてはそれほどひどくありません。バジルに関しては、葉を食害する蛾の幼虫と、吸収被害をもたらすアブラムシやハダニなどが発生しますが、今のところアブラムシやハダニによる被害はほとんど見られません。どちらかというと葉を食害する蛾の幼虫やバッタなどによる被害が目立ちますね。 続いてご覧いただくのはニームオイルを水で500倍に薄めて週1回散布しているバジルの様子ですこちらもちらほらと葉っぱを食害されています木作液を散布している株と同様に若い葉も被害に遭っていますねただ全体としてはそこまでひどくない印象ですニームオイルに関しては気温が高い時期には濃度次第で葉っぱを傷める恐れがあるのではと思っていました ここ最近は気温が35度を超える日も多く直射日光がガンガン当たる場所に置いていますが500倍希釈であれば問題なさそうです続いてご覧いただくのはお酢と卵の殻を反応させて作った酢酸カルシウム溶液を水で500倍に薄めて週1回散布しているバジルの様子ですこちらも葉っぱをちらほらと食愛されています ただ他の資材と同様にボロボロの状態というほどひどくはないですねこの資材に関してはカルシウムが吸収しやすい状態になっていてそれによって葉っぱが丈夫になって害虫被害を軽減するという効果を期待していますバジルのように葉っぱを食べるハーブや野菜に関しては固くなると美味しくないのではという心配もあるので収穫をして食べ比べてみることにしました バジルの収穫は適心を兼ねて行います。2週間前に適心をしてそこから脇芽が伸びています。その枝分かれしている部分から2節程度を残して再び適心します。そうすることによって枝数がさらに増えます。結果として収穫量も増えていくということになります。よくやりがちなのが葉っぱだけを摘み取るという収穫方法ですが、それだと枝数が増えないので収穫量も増えていきません。 1>, 1回目の収穫が終わりました。一番左が害虫対策なしのバジル、その隣が木作液を散布したバジル、その隣がニームオイルを散布したバジル、そして一番右が酢酸カルシウム溶液を散布したバジルです。同じくらいの大きさの葉っぱを選んで食べ比べをしてみました。とは言っても同じバジルなので、ほとんど違いは感じられませんでした。強いて言うなら、木作液と酢酸カルシウムを散布しているバジルは少し硬さがあるかなと感じました。 ニーモイルを散布しているバジルは少し柔らかさを感じました。ただこれに関しては先入観が少しあるので断定することはできません。今後も収穫の度に食べ比べをしてみようかなと思っています。さて肝心の害虫被害に関してはそこまで大差ない結果となっています。次回の収穫の際にまた動画を撮影しますので興味のある方はぜひご覧ください。